ああ、BS はもともと入ってました。BS はもともと、品だったんだ、県民。なんか俺、プレステでも安い、なんか1000円ぐらいだったような気がするけど。ムカつくよ。今、ヒロちゃんにはなる。かすりつけじゃないよ。地下室の恐怖もあって、もうこっちしかなかった。近づりされていい？下にチームがいいんだから、頑張ってみんなでチェイスでつなぐしかねえだろ。昔を思い出してるよ、セルキアーマンだったあの頃。でも基本的に今と進化させればいいんじゃない？こんなに毎回使ってらんないけど。パターンにつながりそう。もうデイビッドにやってもらって。大事なのはここ。デッドバイ2は優秀なやつは黙々と発電機回してるタップがすごいっていう。優秀なやつは。だけどさすがにこれは危険だからやめよう。離れるわ。やばいから。仕掛けるのがリンちゃんの上等手段だから、キャンプしてたら本当の良さがいい。
あ、じゃあこっち側で4台目回させよう、小倉で。いや、大事なのは立て直す。向こうが狙われたら俺ら立て直す。大丈夫、任せろ。俺がデートパイの10番。チームを支えるのが俺。こんなプレイ、デイビッド感謝しろよ。やらねえから、ほら。別な方面行っちゃうから。驚くから。毎度見慣れた野良の、こう、チームでやっていけばいい。チームで連動してやっていけばいい。キラーを追い詰めていけば。ここなんだ。こことそこ使えるな。OK。ここにあるよ。立て直す。デイビットがいる。なったらなおさら俺治療。救助。おそらくキャンパーじゃない。一周するつまり発電機の方に向かってるはずだとは思うが、ただ出くわさないこと。この時致命傷になりかねないから、ね。まあいい、デイビットがいるから迎えに向かう。発電機はこっちの方がないはず。だよな。キャンパーじゃない、こいつは。こいつはキャンパーじゃない。柵は取った。よし。デイビッドのせいで3人だ。はい。勝つための柵。こっちじゃないんだよ。小屋方向に逃げるんだよ。ミカエラに言うと、小屋方向に逃げるんだよ。発電機の位置は迷惑被ってるわ。生きるために、勝つためには絶対必要。勝利条件は左の銃だ。これしか勝利条件になんない。そっち行って、そっち行って、レイビット、ミカエラ、
これや、これや、ヒロちゃん、デッドバイライス、スーパーエース。これができるのがヒロちゃん。助けられるプレイヤー、でも、冷酷さも隣り合わせてる。優しい、一番世界一優しいプレイヤー、でも勝利のためのプレイができる。これが凄み。これがエース。冷酷になれない奴なんてエースになれない。うん、人がいい奴はエースじゃない。ジムのための一生を取った。解説すればデイビッド追ってたんだけど、戻ってきたから、デイビッドが追うのやめて、ミカエラのトンネルにシフトした。つまりこっち方向に来るから、デイビッドはそこ察知してミカエラが吊るされてない側のゲートに入ってほしいってことを言ってました。まあそういう風に動いてたから良かったんだけど、はい、左見てるとそんな感じなんですよ。2回目の救助はやめました。まさかのノーワンとかあるかもしれない。まあなかったけどね。ミカエラが一発食らったからないんだわ。うん、まあ人によって割れるよ。デイビッドのやってる姿は男気だっていう人もいれば。本当の2は心を鬼にして抜けたタップ刑事もすごいって。俺の方は非難されがちだけどね。まあデイビッドの方がかっこいいとは思われんじゃない、ミカエラに。うん、それミカエラ使ってる女性だったら泣いちゃうと思うで。うん、まあこの辺はもう自己満の世界だからね。まあ良かったです。はい、いいゲームでしたね。